膝の痛みに悩む患者たちが助けを求め詰めかける病院があります。膝がちらが痛い、しびれるような痛さかな。痛い時はもうズキズキっていうか、こう触ってもらうのが痛くて寝返りが打てなかった。埼玉県川口市にある埼玉共同病院、膝や股関節の人工関節手術を年間600件以上手掛け、症例数は全国トップ10に入ります。でも患者たちの悩みは十人十色。いや、手術だとやっぱり行く日もお休みするなっちゃいますよね。主人がどうにもね、一人では置けないので今や国民病とまで呼ばれるのが変形性膝関節症。その痛みを克服しようと、新たな再生医療が今年日本で始まりました。次世代と位置づけられる再生医療の臨床試験を欧米で続けてきました。1回の投与で1年間効果が持続するとのデータを得て自信を持ちました。はい、入れます。患者が抱える膝の痛みと向き合い日々奮闘する医師たちの姿と最新治療の全貌が今明らかになります。変形性膝関節症に悩む一人の女性が杖をつきやってきました。小島和子さん、73歳。別の病院で症状を緩和するヒアルロン酸注射を続けてきましたが、最近は痛みが取れずこの病院を訪ねたのです。はい、よろしくお願いします。診察に臨むのは膝や股関節の治療で国内トップクラスの症例数を持つ桑沢彩乃医師。しょっちゅうね、水が溜まっちゃうんです。ああ、なるほど。それで炎症こう腫れちゃって、はい、それで痛みがあるんですよ。小島さんの痛みの原因、それはこちらを見ていただくと軟骨がほとんどなくなっていて隙間が少ないのがお分かりいただけるかと思います。はいはい、正常な膝と比べると軟骨がすり減った分骨と骨の間隔が狭くなっていることが分かります。正座はできますか？正座はできないです。小島さんの右膝、ここまでしか曲がりません。一方で伸ばしきることもできません。こうした時にここに拳が入っちゃう。普通はやはり拳入らず伸びますので、ここに拳が入ることとこっちに拳が入ることとで曲げてここにも拳がこう入っちゃうっていう3つの拳ってよく私言うんですけど、これが変形の強い方の特徴になります。変形性膝関節症、膝関節の中で衝撃を吸収しクッションの役割を果たす軟骨がすり減り骨と骨の間隔がなくなってしまうことで膝の関節が変形する病気。炎症による強い痛みや腫れを引き起こします。自覚症状のある患者は国内におよそ1000万人、潜在的患者数は3000万人とも言われる国民病です。患者は女性に多く、60代女性のおよそ6割、70代女性のおよそ7割、80歳以上になると8割の女性が痛みに悩まされているといいます。放っておくと車椅子の生活からやがては寝たきりになってしまう可能性も。治療法は比較的軽度の場合、痛み止めやヒアルロン酸注射などの保存療法が選ばれます。症状が重くなると人工膝関節置換術などの手術が適用されます。桑沢医師の診察の結果、小島さんの右膝は手術に踏み切るか迷うほど悪化していました。
これぐらいの変形が終わりになって骨のトゲもかなりあってという形になってくると、まあ一番確実なのは人工関節に入れ替えるという手術も一つの手段だとは思います。いや、手術だとやっぱり行く日もお休みするなっちゃいますよね。そうするとやっぱり自分がやっぱりいないとダメなものですから、主人がどうにもね一人では置けないので。実は小島さん、サッカーグラウンド3つ分の畑を持っていて、その世話をほぼ一人でしています。膝の痛みに悩み始めてからは台車に座っての作業に。日常生活も不便極まりないところまで来ていました。お仕事をされてる方だったりとか、介護されてる方だったりとか、そうですよね、自分がね介護してあげる立場だと ね、1ヶ月2ヶ月お家を空けるっていうのもできない方っていうのは、ね、まあ、やっぱりいらっしゃるんですよね、どうしても手術じゃなくてということであれば、最近出てきました次世代 PRP というのを進めさせていただければと思うんですね、はい、まだ手術は避けたい小島さんに桑沢医師が示した選択肢は次世代 PRP、APS 療法とも呼ばれる最新の再生医療です。人工関節やらなきゃいけないのはもう重々分かってるけど、それはもう本当に最終的なことで ね、ダメだったらもうそれになんとかこれで一度チャレンジしてみたいと。すぐさま APS 次世代 PRP の治療が始まりました。最初は本人からの採血です。採取した血液は特殊な容器に移され遠心分離機にかけられます。これでですね、3200回転に今だんだん速度が回ってくるんですけれど、これを15分間回し続けて何層かに、重い層軽い層という形で何層かに血液を分離していきます。小島さんの血液が成分ごとに分離されました。ここの部分ですね、ここのがいわゆる PRP、 傷を修復するものがたくさん入っている一番いい層です。 PRP とは傷ついた組織の修復を促す血小板に含まれる成分のこと。 PRP をさらに高濃度抽出し機能を高めたものが APS です。白い粉が入った新たな容器が準備されました。この粉が脱水という作業をしてくれるんですけれども、 PRP という溶液自体が余計脱水されて純度を高めて活性化されるんですね。組織を修復する因子がさらにこうアクティブに強い PRP ができるという形になります。 PRP は再び遠心分離機に入れ脱水。2分後、一番底に分離されたのが APS です。小島さん自身の血液から抽出された APS は注射器へ。これを膝の関節に注入します。チクッとしますよ。ここまで採血から1時間足らず。ヒアルロン酸では効果が薄くなった小島さんの膝に APS が注入されていきます。変形性膝関節症の関節内では軟骨の破壊成分を作り出す悪いタンパク質の働きが活発になっています。 APS の正体は良いタンパク質と軟骨の健康を守る成長因子です。悪いタンパク質の働きをブロック、痛みと炎症を抑え軟骨破壊を抑制すると海外での臨床試験で報告されています。
日本では厚生労働省が医療機器としての安全性を認め、2018年治療が始まりました。結構すんなりでしたねすんなり、もっと痛いのやってるから全然平気最初の1週間ぐらいはちょっと少し腫れぼったくなったりとか違和感ある方いらっしゃいますけれども、あの大体の方はそのまますっと痛みが取れてくる方多いので様子見慣れてください。はい、わかりました。じゃあ、APS の効果の出方には個人差があるといいます。小島さんは18日後の予約をして病院を後にしました。聞いてくれるといいんですけどね。どれぐらい聞いてるのかはこっちもドキドキです、一方こちらは埼玉県熊谷市。ここにも次世代 PRP APS 療法にかける変形性膝関節症の患者さんがいました。茂木聡さん52歳。25年前から左膝に痛みを抱え続けています。曲げ伸ばしがすごい痛くて、やっぱりこう膝の関節が引っかかるような感じであったりとか、まあ、そういう形で、特にこう階段の上り下りとかすごいきついですね。体勢も辛そうですか。そうですね、まあ、左はこれ以上曲がらないので、右足で支えてる右足の方がきつくなってきますよね。茂木さんの左膝、サポーターを外してもらうと、まあ、見ていただいて分かる通り、左と右でこう角度が違うの分かると思うんですよ。少し左の方がこういう感じに、はい、X 脚っぽくなったり、右足はまっすぐなんですけど、確かに右足と比べると左足は膝から下が外側に開いています。原因は25年前の事故。当時茂木さんはレース活動をしていて、クラッシュに巻き込まれ大怪我を負ったのです。事故当時着用していたレーシングスーツ、左裾がボロボロ、すねの骨の膝との境目の骨が割れて、そこを骨を移植してボルトで止めて固定した形ですね。まあ、僕の中ではもうこの膝になって長いので当たり前なんですけど、まあ、正座ができないとか、長い間やっぱしゃがんでられないとか、まあ、もちろん和式のトイレにも入れるんですし、ところがすごい勢いでロードバイクを漕ぎ始めました。実は茂木さん、8年前からトライアスロンに取り組み、大きな大会に何度も出場しているアスリートなのです。映ってるの全部茂木さん。あ、全部僕ですね、はい。この大会は海を 3.8 キロ泳いで、自転車で 180.2 キロ走って、まあ、最後にランが 42.2 キロ、最後はフルマラソンみたいな感じになりますね。なので、まあ、丸々1日かかるレースですね。ところが半年前から左膝が悪化、痛みで全く走れなくなってしまいました。だから5ヶ月ぐらいはもう自分で追い込むようなレースペースで走るっていうトレーニングをしてないんですね。走れなければトライアスロンに参加することはできません。なんか効果的な治療があればそれ一番いいんですけど、なかなか今までそういうのがなくてですね、まあ、人よりも少し努力をして長く続けていきたいなっていうふうには思っていて、どうしてももう一度競技者としてスタートラインに立ちたい。茂木さんはある整形外科を訪ねました。松田整形外科クリニック、国に届け出を受理され最新の再生医療APS 療法を行う医療機関です。茂木さん、茂木聡さん、はい、どうぞ。失礼します。院長の松田義和医師、膝の人工関節置換術を得意とし
スポーツに伴う障害とその治療にも長年取り組んできたエキスパートです。右はだいたいこれ完全屈曲ほとんどできてるんで、右は完全曲がりますよね。これだいたい140度ぐらい曲がるんですけどもね、左は屈曲の制限がありますね。まあ、お膝を支えている前後の靭帯なんですけど、そちらの方は大丈夫そうですね。松田医師の診断は、茂木さんのこの外側はほとんども軟骨がすり減ってるんで、はい、グレードでいうとグレード4っていって、はい、まあ、ほとんど末期に近い状態なんですね、はい、どうしても痛みが強くて歩くのも大変っていうことになれば、うん、まあ、手術しかないわけです。人工関節の手術もあり得ると説明する松田医師、こう続けました。これをやってしまうとですね、まあ、当然、まあ、トライアスロンはちょっともうまず無理ですね、はい、激しい運動はちょっと向いていませんので、ん痛みを取るっていう意味では優れてますけども、うん、運動、特にトライアスロンみたいなかなりこうハードな運動っていうのはちょっと難しいと。左膝を人工関節にすれば痛みは減り、日常生活に差し支えはなくなります。でも以前のような競技レベルでのスピードで走ることはできなくなってしまうのです。これからも運動とかトライアスロン続けたいですか？まあ、痛みが取れて、まあ、動けるような、また膝に何かしらの形で戻れるんであれば、まあ、続けていきたいなと思いますし、今ですね、はい、最近その第3の治療方法としてバイオセラピー、はい、再生医療っていうのが、注目されてるんですね、変形性膝関節症の治療はこれまで症状が軽い場合の保存療法と症状が重い場合の手術療法、いずれかでした。松田医師が提案したのは最新の再生医療 APS 療法、保存療法から手術に至るまでの間をつなぐ第3の治療法です。手術をすると自分のやりたいことができなくなるっていう意味では、うん、まあ、第3の選択肢としてですね、まあ、再生医療と、アスリートですから筋肉もしっかりしていますし、膝を支える力っていうのはかなりありますので、うん、この再生医療に、で治療するっていうのは、まあ、一つの選択肢、可能性としてはあるんじゃないかというふうに思いますね、うんうんうん、僕としても、まあ、ぜひそこをこう、まあ、チャレンジじゃないですけど、APS で治療していただいて、まあ、一つ希望を持ちたいなと思いますので。 APS 療法、日本で始まったばかりのこの治療、松田医師にとっては茂木さんが初めての症例です。これが再生医療の、まあ、少なくとも我々にとっては第一歩なので、そういう意味での、まあ、ちょっとした緊張感というのは、もちろん緊張と期待とですね。茂木さんの左膝を末期に近いとまで言った松田医師、なぜ APS 療法を提案したのでしょう？僕もスポーツをしますので、スポーツをやりたい、続けたい気持ちよくわかるんですね。走るのやめたらっていうことは僕の中ではできるだけ言わないというか、まあ、言わないですね、ほとんど言わないですね。このまま走り続けると、いずれ今までみたいに走れなくなる可能性があることはちょっと分かってねって、理解してねっていうことは言いますけど。実は松田医師、自分自身も現役のランナー、10年前から東京マラソンなどに出場、今では選手でありながらレース中に急病人が出れば治療に当たるランニングドクターとして活動しています。おそらくこれスポーツやってる人はそうなんですけど、一つの生きがいなんですよね、うん、だからスポーツを取るってことは本当に生きがいを失うぐらいの、方が多いですね。トライアスロンとかフルマラソンとかそういうスポーツやってる方はね、うん、彼がね少しでも良くなって実際レースで少なくてもスタート地点に立てたっていう風になったら嬉しいですね、やっぱり、うん、はい。くしくも同じ日、京都では最新の再生医療に関する国際学会が開かれていました。壇上で発表するのは APS の開発者、ジェニファー・ウッテルメイ博士。海外で行っていた臨床試験についてこう語りました。安全性と有効性の確認ではとてもポジティブな結果が出ています。1回の注射で痛みの軽減と機能改善は
半年後に最大値となり、それが2年間続いたという最新の臨床試験報告もあります。さて、畑仕事に勤しむ小島さんです。 APS の投与から18日、再び診察へ。あれ、杖がない。お世話になりました。APS の投与から18日、果たして小島さんの右膝どうなったのでしょう。あれないね。ないですか、うん、大丈夫だね。ちょっと曲げるよ、はい、曲げるのもだいぶ曲がる。曲がりも良くなった ね、 ね、 ね、まあ、だいぶ落ち着いて良くなってるね。そうですよね、やって良かったね。だから、ね、あの杖がなくても結構歩けるので、うん、左がAPS を打つ前、右が打った後、白く写っているのが炎症によって溜まった水で、その量が減っていることがわかります。痛みについて聞いてみると、最初来た時がこれだったとしますよね。今どれぐらい？もうほとんど。もうこの辺、どの辺？この辺までぐらいですね。小島さんが実感する痛みの度合いは最大の10から。なんと2まで減っていました。カルテにはこう記されました。関節椎死関節麻酔。そして炎症にも改善傾向あり。小島さんの畑仕事から台車が消えました。歩く姿にはたくましさすら感じます。右行かれ。お尻をついて上がっていた玄関も。軽々と上がっていきます。あれだけご本人が満足してるんだったら、こっちもハッピーですよね。はい、こんにちは。小島さんはこの日よほど嬉しかったのか、同じ変形性膝関節症に悩むご主人を連れてきていました。奥さんが見てやりたくなっちゃった。そうそう。ここ座って、はい、よろしくお願いします。すいません、もう終わったよ。終わったの、うん、終わった。早い。うなりたくなかった、うん、うん、よかった。一方、松田整形外科クリニック、アスリートの茂木さんも APS の投与から3週間が経ちました。茂木さん、あれから注射した後どうでした？しばらく。そう、やっぱり1週間ぐらいは、まあ、最初 2,3 にちょっと腫れが出たりとか、ちょっとなんか力が入りづらいなとかあったんですけど、違和感みたいな、はい、まあ、だんだん良くなってきて、うん、まあ、ここ4、5日はだいぶ、まあ、痛みもほぼない感じ。松田医師、左膝がどこまで曲がるかなど状態を細かく診察します。どうですか？大丈夫です。ゆっくり曲げていきます、ね、曲げた時の痛みはどうですか、はい、今見させていただきましたけど、水も全然溜まってませんし、はい、あの可動域もね、はい、全然悪くはなってないですし、はい、あの私としては非常にいい感じじゃないかなと思うんですけども、はい、実際どうですか、症状と。本当にこう今まで痛みを気にして生活したのが、はい、気にしなくなってだっていうぐらいまで来てるので、特にやっぱりこう階段の上るよりがすごい楽になってきて。 APS の投与前は手すりにつかまらないと階段を降りられませんでした。それがご覧の通り。まだ3週間ですから、はい、これで1ヶ月、3ヶ月、半年と時間が経っていくと、はい、もっとこう効果が実感できるっていうことも言われてますので、ちょっと期待したいですね、はいはい、初めて腫れがない茂木さんの膝を見たから、あ、これすごいなと。その辺は予想以上でしたね。海外と連携する日本の研究者たちも APS 療法への期待をこう語ります。アメリカ、ヨーロッパでの患者さんに実際に注射した
それで効果があったっていうエビデンスが出てきてるっていうところでは非常に期待しています。ただずっと自由診療でやってるっていうわけにはいかないので、はい、身近に、選択肢として持ってもらうっていうことが大事なので、これはやはり保険収載に持っていく、そういうのがあるべき道筋かなと考えています。雨上がりの朝、茂木さんは久しぶりにロードバイクを外に持ち出しました。左膝の感触を確かめようとコースに飛び出します。久しぶりに風を切った感想は？前はやっぱちょっと踏み込めなかった、上からここまでが踏めなかったんで、今ちょっと踏めるようになってきたんで。今度はランニングシューズに履き替えました。5ヶ月ぶりにちょっぴり走ってみるようです。もちろん全力疾走は無理。それでもやっと少しずつ走れるようになったなっていうのが実感ですかね。来年に向けて、一つ一つ足作っていけるのかなっていう感じでしたね。走ったのはわずか500メートルですが、それを見た松田医師は、これ結構早いと思いますよ、ペース。今日初めて走られたみたい。うん、すごいですね。多分アドレナリンも出てたと思いますけどね。自分がこう期待してる、もしくはそれ以上 のことが今こう映像を見させてもらって達成できているので、すごく嬉しいですね。医者としては嬉しいし、今後もこういう治療法があるってことを一人でも多くの人に伝えていくってことが大切だなと今改めて思いました。最新の再生医療で痛みが和らいだ小島さんと茂木さん、APS 治療は膝の変形まで治すものではありませんが、手術に至る前の段階で病気の進行を抑える効果が期待できると取材を通して分かりました。